久保です。今日はね、銀行にも行ってきたわけなんですよ。先ほどは税金の話しましたけど、今回はね、銀行の話です。銀行に行って、私は自分の口座からお金を引き出そうとしたんですよね。まあ、引き出せました。で、今度は入金しようとしたんですよ。入金しようとすると、入金限度額がもういっぱいですとか言ってね、いやいや、ちょっと30万円入金しようと思ったんですよ。したら上限が10万だって言うんですよ。あれ、ちょっとどういうことだこれはと思って、まあ振り込むのを諦めてね、で窓口行きました。窓口行って、まあ、しっかりと待たされた挙句、じゃあ入金お願いしますということでね、入金したわけですよ。そうするとですね、手数料がかかるって言うんですよ。まあ待て待てと、今更気づく私も遅いのかもしれませんけども、インターネットバンキングすると手数料ってかかんないんですよ。で窓口に行くとなぜかね、その30万ごときで手数料がかかるんですよ。これなんで俺だけかなと思ってね、これなんで手数料かかるんですかと。だって自分の口座に自分のお金入金するんですよ。何の手数料かかるんですかって言ったら、まあかかるんですすいませんって言うわけですよ。じゃあ手数料かかるのは分かりました。でも手数料かかるとしたら、私の方に手数料くださいよって話なんですよね。だって預金者が書類書いて印鑑をして、で待ってですね、それから入金お願いするわけじゃないですか。なんでこっちに手数料かかるんだと。でその銀行の職員さんは仕事としてやってるからね、別のところで、営業成績出てると思うんですよ。でなんでね、窓口に来てわざわざお金を貸してあげる人、預金者っていうのはお金を貸す人ですからね。銀行に、はい、30万でお金貸してやるよっていう人に、あ、じゃあ借りてあげるからお金ちょうだい、手数料っていう風になるんだなと。なんかね、今更ですけども、あ、手数料って確かにATM に行って操作しても、操作するのは私たち預金者じゃないですか。なんでこっちに手数料かかって、ただこうやってジデーンとね、ただ置いてあるだけの機械が手数料を収入として売り上げていくんだみたいなね、逆じゃないかなとか思っちゃいましたね。皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。この手数料ってやつね、当たり前のように払ってますけども、実はですね、預金者の方がわざわざお金を持って銀行に行くんで、我々が手数料もらってもいいんじゃないかなというふうな愚痴の放送でございました。はい、完全な愚痴ですね。はい、すいませんでした。失礼します。